肩甲骨が大事で、じゃあ実際にどういう風に使えばいいかっていうのはなんとなく分かったと。ただじゃあ実際に動かそうと思ってもなかなかそういう風に動かないんだよな、そういう方はいると思います。それはですね、まあ、肩甲骨自体にそもそも柔軟性がちょっと足りてないっていう可能性があるんですね。はい、なので今回ですね、その肩甲骨との柔軟、特にですね、めちゃくちゃ重要なのは肩甲骨の内側ですね、背骨に近い内側の方のですね、ストレッチの方法についてお伝えしていきたいと思いますので、ですね、早速一緒にやっていきましょう。はい、やってました。上半身ストレッチ解説、肩甲骨編のパート1ですね。で、今回ですね、この3つの内容についていきたいと思います。じゃあ1つ目ですね、投球動作のですね、まず1つ、肩甲骨の動きですね、しっかりとおさらいしていきましょう。で、2つ目がですね、まあ、どうやってるのか、じゃあストレッチどういう風にやっていくのかって、今回ですね、2つお伝えしていきたいと思います。で、3つ目、じゃあ実際に動作解説ですね、まあ、どうやってやるかっていうのは、まあ、2つあると。じゃあ実際にどういう風にやっていけばいいのかっていうのをここでお伝えしていきたいと思います。で、早速ですね、まあ一つ目に移っていきたいと思うんですけれども、じゃあ一つ目がですね、まあ、肩甲骨の動きというところです。じゃあ投球動作の時に、まあ他の動画でもお伝えしてるんですけど、肩甲骨の動きはめちゃくちゃ大事です。肩甲骨がしっかりと胸をこうやって張りながら肩甲骨が動いて、寄った状態で脇腹が伸びて、そこからしっかりと前に出てくると。やっぱそこの動きがめちゃくちゃ大事なんですね。そう。ってなってくると、肩甲骨ですね、その内側に入って外に動くと、そういう風な動きがめちゃくちゃ大事なんですね。うん。で、そう。ってことは、肩甲骨の内側、肩甲骨ってありますね。内側が柔らかくないといけないですね。そう。柔らかくないと、しっかりとこうやって内側にもしっかりと入らないですし、その伸びることもないんですね。そう。なので、その肩甲骨の内側がめちゃくちゃ大事です。そう。で、じゃあ実際にですね、その内側を伸ばす肩甲骨のストレッチについては2つ今回お伝えしていくんですけども、じゃあ1つ目は何かっていうと、まあ、レッドブルストレッチ。レッドブル、まあ、何ですか、翼を授けると言いますよね。そう、肩甲骨をしっかりと剥がす、まあ、肩甲骨剥がしとかって言ったりもするんですけど、そう、そこをしっかりと伸ばしていくためのストレッチについてお伝えしていきたいと思います。まあ、よく大谷翔平選手とかね、こういうのやってますけども、そう、それをさらにやりやすく、まあ、簡単にできるような、練習方法、ストレッチの方法をお伝えしていきたいと思います。で、二つ目がですね、実際にこれをですね、まあ、スキャブラキッキングっていうんですけど、実際にストレッチ専門、もうストレッチ専門店で、まあ、経営されている方とちょっとお会いをして、ちょっと話聞いてきました。めちゃくちゃ簡単な内容です。ただ、足を持って蹴っ飛ばすだけなんですけど、伸ばすだけなんですけど、肩甲骨の内側めちゃくちゃ伸びるので、まあそこについて二つ目お伝えしていきたいと思います。じゃあ三つ目ですね、じゃあ実際にですね、動作解説ですね。まあ今回もですね、まあ実際にこの内容説明だけじゃなくて、実際にですね、他の動画を使いながら、お伝えしていきたいと思いますので、ではですね、こちらの動画をご覧ください。記憶が大事なのは分かったら、こういう風にやってくる必要があるんだ、具体的なステップを理解することができますので、じゃあ実際にですね、早速やっていきましょう。